はい、ボボボボボボボ奥義花毛爆裂花毛神剣やっていきたいと思います。前回ね、あのピンクのぐるぐる頭じゃなくて、あの茶色のぐるぐる頭さん手に入れ仲間にしたんでね。はい、早速マズを蹴り飛ばしたところで、ソフトンがね仲間になりまして、ソフトンダメだね、絵面見るだけで笑うからな。で、まあソフトンを多少育てるかな。どうだったかな、前回育てたのかどうかちょっと分かってない、覚えてないんだけど、多分そこまでステータス上げてないから、これで多少ソフトンさんのね戦闘もまだ全く見てないんで、ここからねスーパーめがけて進んでいきたいと思います。バビロ神剣奥義スイスに咲く白き花、活かしてますねソフトンの攻撃は。バビロン神様降臨、バビロンの裁き、バッビロン、ドゥン、裁くのは俺ではない、あ、バビロン神様だバビロン神様だ、バビロン神様、何時にふとっとき来たらんことを願う。あ、めっちゃ強いただちょっとあ、毒ってるね。あー、また来た、聖なる、現れよ聖なるバビロンの門よ、我の前に姿を現せ。何、バビロンの門だと？私がバビロンの門です、真面目にやれああごめん、素直に謝っていく。ジャマイカの情熱だね今のは、連打は。なんかね文字が見えなんか看板があるんですけど、看板をね読みたいけど読めない。さあ山、さあて山を越えましたこれ以上言うことがないんだけど、今なかなかね、なかなかね戦闘が長くて、長い理由はあのワード狙っちゃってるからなんだけど、だからねとっとと、あの雑魚敵なんかはもうとっととマヨネーズ戦争で倒していけば多分もうちょっと楽にできるじゃない。花毛神剣マルヒ奥義マルチビタミン C、 マルチビタミン C 単体攻撃、時代はね全体攻撃なんでね。はい、スペインの悲しき伝説。お、建物があるよ、ここはどこですか、新しい町に来ましたよ、どこですか、後でまた来て、後でまた来て、後でまた来て、あー移動屋台回復、
えい、パチパチ。また来てや。さあ、スーパーがあるね。お、ボボドリンク。スーパーがあるね。ボボに負けたせいで、またあの頃の生活に逆戻りだぜ。あら、てんちゃん、今日は一段と震えてるわね。はい、差し入れ。な、魚屋のおばちゃん。てんちゃんも早く売れるといいのにね。いえ、自分結構ここの生活気に入ってますから。またてんちゃん強がっちゃって、おばさんわかるんだから。いえ、本当に気に入ってるんですよ、ここ。おかしいわね、てんちゃんみたいないい子が売れ残るなんて。じゃあ買ってくださいよ。それは無理、てんちゃん、あまり調子に乗っちゃダメ。くっ、俺がこんな屈辱を味わうのも、元はといえばボーボーのせいだ。やつさえなければ。ちくしょう、やつが憎い、やつが憎い。すいません。なんだよ。天之助、一つください。あれ、おかしいな、なんでだろう。私ったら急に涙が出ちゃって、こんなはずじゃ。さあ、これで涙を拭き。ありがとう、ありがとう。ところ天之助が仲間になった。実際はね、何かしら。あ、いらっしゃいませ。これください。うんこっうんこだ。私ったらはしたない。このうんこさん、口臭気にしていらっしゃる。はい、遅くなってすまん。お、来たか、ソフト。ヘッポコムラがみんなに話があるんだって。皆さん聞いてください。なあ、これに着替えて。軍艦はおそらく俺の故郷プップーシティに建てた要塞にいます。これからプップーシティまで俺が案内します。厳しい戦いになると思いますが、よろしくお願いします。よし、リティを助けに行くか。それにしても山では下ネタが多かったな。前のせいだろ、前のせいだろ、前のせいだろ、前のせいだろ。本当だよ。おい、初めてで、あの実況プレイ動画であんなうんこうんこ連呼したの。すいません、天の助一つください。あ、これはね、天の助の、あー、短かったね、ソフトンの出番。あ、もう天の助ですよ。天使の選んでくれてありがとう、ありがとう。次第は天の助。ただ天の助ちょっとステータスがね、心もとないな。とりあえず、てか奥義レベルが低い、奥義レベルが低いな、てんちゃん。まあ、所詮ところてん。じゃあもう一回ちょっとスーパー探索してみるか。何かあるかもしれない。いきなりミスターハムかよ。何のこと。好きすぎ鼻毛スイカ。何のこと。全身黄色い油揚げ。だから何のこと。あれかい、闇皇帝編のハイドレードのアーマーのことかい。親指の付け根に大根を発見。はい。てんちゃん忘れ物してない、してない、してなさそうだね。何もないね。厳しい。買い物は特にないから。買うものないっつうか、豆がないって。赤粉とかあるし。息きれい、ビューティーの変装セット。なんかいろいろあるね、アイテム。なんかいくつかソフトン用のアイテムと、多分ヘッポコマル用のアイテムだな。ありましたね。さあ、後でまた来てって言われたけど、後でまた来て、後でまた来てな。いつの話だろう。はい、そのわけで天之助を仲間に加えたので、いよいよ、あ、その前にちょっと天ちゃん、その実力を。
マカロー最後はうん、まあ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 、カカカカカカロロロロロロ、うん、マカロンだあれね、あのこの時代ではまだマカロンってそんなにメジャーじゃなかったからね今でこそマカロンってあの映えるお菓子だけどさ。はい、 B ブロック基地行きました。多分これ本編とは何ら関係ないのでサクッと攻略したいと思います。右から入った時は下右下下右下、何の話だ、下左から入った時は下左下、はい、下右下おは下左下ね。はい、まあ何のことか分かんないんだけど、まあ B ブロック基地なんてね。あー右食してみるか。やん、てんちゃん火力が低い。スイッチがある。俺押せないぞ。押せーよ俺押せないぞ。じゃあ僕が押す。何も起こらない。何もないんかい。こんばんは。はい、ここはなんだ。マンモスラッピハラゲ真剣マル秘奥義サンマだ、サンマを投げるんだ、サンマだ、サンマアタック。スイッチがある。どすこーい、ゴゴゴゴゴゴゴ、なになに、んこれはおやつの時間だ。はあ、どっか行った。でこれ左から入ったからし、なんだ、下左下的、下右下的な。なんだ、下左下右下、あ、いけた。あ、いけたのかこれ。あ、いた。はっはっは、よく来たな、ボーボボよ。俺はこの B ブロック隊長のツルン様だ。貴様がツルンか。ほう、俺様のことを知ってるのか。この本に載ってたぞ、ボボボボボボボ攻略本。なに、この本によると、彼氏にしたくない男ナンバーワン B ブロック隊長ツルンだってさ。くそ、ふざけやがって。この俺様が貴様をぶっ倒してやる。おい、俺が攻撃するのか。あ、結構強い。ここは決めていこうか。行くぜ。すいません、天之助一つください。おう、一時はお前を恨んだが、今では本当に感謝してるぜ。あの頃の生活から救ってくれたんだからな。こいつって返品できるのかな。行くぜ。で、あー強いギャー、よし行くぞ。どすこい、待てねえよ。めけめけ、あーやった。はい、 B ブロック基地クリア、イエーイ
建物がある。わあ、ここか。ボーボーたちはプップーシティにたどり着いた。しかし軍艦のいるポマードリングの場所を見つけられず探していた。おお、ヘッポコマル、ドンパッチ、ソフトン、なんだよ、場所わかんねえのかよ。そう言わず5人で力を合わせてポマードリングを探そうぜ。わあ、それだけ言って消えていく。ソフトンさんはなぜ現れた。完全に廃墟だね。軍艦たちボコボコにされたんだろうな。さあ、ポマードリング一体どこにあるんですかね。天之助、天之助が、天之助がビルから飛び降りたよ。よどみ切った現代の犠牲者がまた一人。あんたまだその服着てたの。天之助、ドッキリカメラが見えてる。天之助チラチラ見るな。うわー、こっちの反応見てる。しょうがない、騙されてやるか。そっか、天之助死んじゃったのか。バカめ、騙されたな。ドッキリカメラと見せかけて現実。あっ、こわっ、わあ、現実なんだよ、全部現実なんだよ。現実、これも現実。お前今バッファローマンに似てる。なんでバッファローマンに似てるんだよ。え、嘘、マジで。ちょっといいか。さっきから思っているんだが、この街は人の声どころか物音一つしない。この街には人がいないのか。わからない、みんな一体どこへ行ったんだ。バッファローマンに天之助が似てるって、それはお前バッファローマンに失礼だよ。あいつ超人パワー1000万あんだからな。さて、そんなわけで探してるわけですけども、これといったものがないね。やっぱ廃墟だからね。え、一体何がどこにあってどうなってるのかさっぱりなんだが、何かしらを見つけたいな。あ、あのビル入れそうじゃね。あ、誰かいる。こんにちは、誰ですかあんた。寝てる、軍艦様やめて、寝てる。ここ入れそうじゃん。ある日森の中、あ、クマさんに出会った、花咲く森の道。誰かいるのか。クマさんに出会った。あ、森のクマさんかよ。俺は森のクマさんかよ。ふざけないで真面目にやってくれ。ほら行くぞ。うん、俺のも聞いてくれ。なんだ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 こいつは。クックック、罠にはまったな、ヘッポコマル。プップーシーはすでに軍艦特殊部隊によって制圧されている。通りで人がいないわけだ。軍艦様に逆らったものは処刑だ。行くぞ。バビロン神権奥義、スウェーデンの悲しみ。ギャー、ヘッポコマル、ここは俺たちに任せて、お前はポマードリングを探せ。は、はい。さすがポーボボさんと互角の勝負をした人だ。頼りになるぞ。ヘッポコマルが逃げたぞ。さあ、お前たちの相手は私だ。まとめてかかってこい。おいおい、一人で張り切りすぎだぜ。俺にもやらせろよ、天之助。くっく、久しぶりに血が騒ぐぜ。行くぜ、プルプル神剣奥義、極上料理。わあ、優しく食べてね。って、俺食われとるかな。ギャー、お前それしかないのな。よし、俺たちもポマードリングを探すぞ。結局ここには何もないのね。フラグがあっただけね。さあ、じゃあ引き続きポマードリングを探してるんですけれども、そろそろね、そろそろドンパッチあたりがね、ポマードリングを見つけてくれると嬉しいんだけど、なかなかこの小ネタをね、ちょっとずつ拾っていくフラグ回収ね、
あ、ヘッポコ丸。あ、ボーボーさんたち無事だったんですね。ポマードリングは見つかったか。いえ、それがまだ。一体どこにあるんだ。まあまあ、そろそろ見つけてほしいな。ポマードリングはどこにあるんだろうね。当然知ってるけどさ、知ってるけど、あのゲーム内でこいつらが見つけてくんないと話が進まないから。ポマードリングは一体どこにあるんだ。たあ、もう崩壊した建物しかないもんな。一体ポマードリングはどこにあるんでしょうか。続くってなっちゃうぞ、このまま行くと。あ、いない。ん？ポマードリン、ポマードリンク。ちっちゃー。騙されるな、そいつは偽物だ。え、じゃあ本物は？これだ。はっ！このジュースがポマードリンクだ。さっき飲んでみたが、メロンイエロンと味が似てたぞ。本物のポマードリンクは一体どこに？なあ、ずっと気になってたんだけど、この街の上にあるあれ何？え？ゴゴ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 ゴ、なんてことだ。ポマードリングは空中要塞だったのか。あれじゃ俺たちはあそこに行けない。どうしたらいいんだ。どうやって行けばいいんだ。飛ぶのさ。え？だって僕たちには僕たちには翼があるのだから。お許しください、ドッパーチー様。私には翼がございません。あるさ、僕たちの心の中に。さあ行こう、無限の大空へ。目を覚ませ、ゴスペラ。覚めました。え、あんたが。じゃあ先に行ってるね。飛んでる。パータパタパータパタ。あよし、着いたぞ。待てよ待てよ、いねえ。くそ、一人だ。ちょっと一回ここで起立しようか。ボーボーは見事ポマードリングに潜入成功しました。ドンパッチたちはたどり着くことができるんでしょうか。でも大丈夫、きっと彼らには翼があるのだから。というわけで、はい、次回ボボボボボボボ奥義花毛爆裂花毛真剣でお会いしましょう。ではご視聴ありがとうございました。